スノーマン・ラウール、主演映画告知で番組出演56本公開初日迎え、ものすごくワクワク&ハッピー。9人組グループ、スノーマンのラウール、21、が、都内で行われた映画、赤羽骨子のボディーガード、公開初日舞台挨拶に登場した。本作で主演を務めたラウールが、今日映画公開を迎えた心境を語った。週刊少年マガジン、講談社、で連載中の、短月小蜜氏による人気漫画を実写化。とある事情で命を狙われることになった赤羽骨子、出口夏樹。大好きな彼女のためにボディガードとなった伊吹荒国、ラウールに与えられたミッションは彼女にバレることなく守ること。果たして、そのミッションを無事にクリアすることはできるのか。舞台挨拶には出口夏樹、22、奥平大賢、20、高橋光、22、山本千尋、27、戸塚純喜、32、ゆき、土佐兄弟、29、遠藤健一、63、土屋太鳳、29、石川純一監督、52、も登場した。映画の告知のため、番組出演本数56本という怒涛の宣伝活動をこなしたというラウール。